熊本駅前、看護リハビリテーション学院は、熊本県熊本市西区春日にある、専門学校。運営は、学校法人青寺テ学者。2009年4月まで公明は、熊本駅前リハビリテーション専門学校だった。本校では、かつて同校の一部に所在した大英、熊本駅前、A、店についても記述する。本校は、熊本駅周辺の再開発計画の一つとして、 熊本市の中心市街地活性化基本計画に基づいて誘致された。また、建設の際の土地構造の調査や、旧来の建物の解体には、国土交通省や熊本市の暮らし、賑わい再生事業に基づく補助金を活用した。この場所は大英熊本駅前店の跡地である。1964年にスーパーマルー熊本駅前店として開店後、 ユニード大英となり31年間営業していたが1995年2月5日に閉店。閉店後は10年以上にわたり空きビルだったが、大英が経営再建策の一環としてこの土地を手放すことを2005年7月に決定し、同年12月に産業再生機構を通じて青寺市学者が買収した。建物の老朽化が激しいのに加え敷地前の道路を 拡服する計画が持ち上がっていたため、大英の建物はあえて残したままその裏に校舎を新築した。校舎の建設途中である2008年1月頃から13年もの間手つかずだった旧大英の建物の解体がようやく始まったが、2008年3月に入って作業が数ヶ月にわたり一時中断するなどしたため解体作業が開校までに完了せず、 2008年7月までは建物が並存している状態だった。この敷地の残りの部分には関連する複合施設二棟を今後新たに建設する計画だが事業着工は春スガ橋の掛け替え、拡幅完了後となるためしばらくはさらちのままの状態が続く見通しであった。しかし計画されていた複合施設二棟のうち社会福祉施設のみに 用途変更された一棟が2012年12月13日に事業着工され、特別養護老人ホーム、グッドライフ、熊本駅前として2013年9月末竣工、同年10月1日に開業。旧大英熊本駅前店跡、ありがとうございます。